病み上がりとはいえ容赦はしない。なんか音が合わないけど、あ、いける、やっぱりぐらいだ。大丈夫、調子悪いの、インフルエンザで、それで調子悪いの、大丈夫、大丈夫、かかったな。はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日は大物こちらですね。うん、宇宙戦隊キューレンジャーのガブガブ変身獣デラックス龍通だです。はい、2017年4月1日本日発売の宇宙戦隊キューレンジャーのこの武器なんだけど、ちょっといきなりびっくりしちゃったね。うん、今回4月1日でテレビくんとかテレマガとか発売されて、それと同時にこのおもちゃがいきなり出て、なんと10人目の戦士、宇宙戦隊キューレンジャー、究極の9人じゃなかった、10人目だ。レンジャーねえ、びっくりしたね。10レンジャーなんだよ、はい、じゃあ早速開けていきましょう。うん、よいしょ、おー、これは流通弾、大きい大きい流通弾が、よいしょ。はい、ということでこちらが流通弾ですね。はい、結構大きいね。うん、キューザウェポンの、 このソードモードとほぼほぼ同じ長さかな。本当だ、デザインはこのような感じになってますね。結構かっこいいね。うん、これ竜の顔だね。うん、けど目がないね。そうだね、ここが LED で光るみたいな。うん、竜の目が出てくるんじゃないか。そう、こんな感じ。ここに電源を入れるためのスイッチがあって、ここに単4電池2本入れられるようになってますね。はいはい、そしてこちらが竜球玉ですね。はい、エイジン君回すライトお願いします。うん、あ、こんな感じ。おー、かっこいい、竜だ、竜だね、かっちょいね、これは。番号は10番ですね。うん、はい、では早速電源を入れてみましょう。お願いします。はい、あ、光ってたね、ここ。うん、うん、じゃあまずはトリガー一回引いてみましょうか。うん、お願いします。お、あ、うん、振る音が鳴るんだね。うん、なるほど。じゃあ次変身やってみましょう。うん、変身はこのロック解除ボタンを押しながら一回竜の口を開けます。はい、で、9玉をこの部分にセット。はい、お、で、ロック解除ボタンを押しながら閉める。トリガーです。はい、止まっちゃったけど、うん、長い、うん、竜とか言わないんだね。うん、なんか中国みたいな音楽流れてたね。西遊記みたい。あ、そうだね、そうだね、うん、そうだね。続いて召喚やりましょう。うん、召喚もう一回ここガブッとするみたい。はい、もう一回、うん、これ押すのかな。そう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 、なるほど。今回はあれはなさそうだね、操縦はなさそうだね。ああ、確かに。じゃあ次合体いきましょう。またガブッとします。はい、長いね。これが今度出る新しいロボだみたいだね。うん、はい、続いて4回目ですね。4回目のガブはネタバレかもしれない。え、スーパー合体って書いてあった。うーん、やってみるよ。はい、お願いします。ネタバレだね、これ。竜帝キューレン王って言ってた。まあでもね、このね、
商品自体がメタバレかもしれないから、こちら開けるでしょ、うん、でこのキュータも外すときなんですけど、こちら側に解除ボタンがあるんだけど、これ押しながら一回ねこっちに倒すんだって、うん、こうこれで取れるみたい、うん、普通にはね抜けないんだ、うん、抜けにくくなってる。あ、じゃあ続いてはライフルモードやってみたいと思います。こちら側の解除ボタンを押しながらなったね。そうだね、これでライフルモードですね。はい、 OK でトリガー引いてみてください、はい、あ、ちゃんと目光ってるね、うん、あ、そうそうそう、そういう感じ、そういう感じ、いいじゃん、うん、じゃあ必殺技やってみましょうか、はい、まずはこのお顔をガブッと開いて、でここに9玉セット、でトリガー引く、すごいね、今回音声長いね、うんうん、じゃ続いて特殊攻撃遊びをやりましょう、はい、このトリガーを長押しするんだって、うん、これ、うん、あ、うん、この状態で一回ガブッとする、はい、お、来た来た来た、でトリガー、今回は面白いのが他にも琉球玉以外に10個、うん、うわ、球玉の音声が入ってるんだって、うん、いきましょう次、うん、お、コンパス、コンパス、うん、でまた開いてガブッと、あ、一応違う音声、うん、じゃあ次行きましょうか、はい、定規球玉、うん、すごい、うん、次、うん、なんてレチクル球玉、うん、レチクルが分かんないもんね、うん、え、画家、画家キュータマ、六分岐キュータマ、おー結構いい音鳴った、うん、次は、うん、え、彫刻具9玉、うん、わかんないね、ろ、6 9玉、なんだ、はい、あ、炉ってのはなんか焼いてる炉だ、多分ね、焼いてる音でしょ、今のは祭壇、祭壇キュータマ、祭壇、うん、祭壇、綺麗かな、あ、祭壇ってのはそっちの方だ、教会の祭壇の方だ、あ、これ切る祭壇じゃなくてね、うん、次行きましょう、はい、八分岐キュータマ、さっき6分岐だったね、うん、おお、次、はい、彫刻室、彫刻室キュータマ、彫刻こうやって掘ってんだ多分マニアックだなこれ、まあ、これ星座モチーフだからね、うん、はい、今ので全部だね、うん、全部で11種類の9玉の音声が入ってるみたいです。はい、では琉球玉を星座ブラスターでも聞いてみましょう、はい、いきます、はい、
おお、竜なったね。こちらなったね。はい、次。初冠。はい。おお、飛んできた。まあ、この辺は一緒だよね、うん、はい、次は特殊攻撃。おお、次は必殺。はい、では琉球玉を9連音にセットしてみましたので、秘密のマーク見てみましょう。はい、あー、火吐いてる感じだね。うん、病み上がりとはいえ容赦はしない。なんか音が合わないけど、うわ、大丈夫、やっぱりグライダー。え、大丈夫、調子悪いの、インフルエンザです。それで調子悪いの、大丈夫、大丈夫、かかったな。なに、この野郎、くそ、間に合わないか。うわあ、間に合わない。よし。はい、ということで今回は宇宙戦隊キューレンジャーのガブガブ変身獣デラックス流通だでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はですね、ぜひいいねボタンお願いします。はい、そしてお友達にもぜひ教えてあげてください。はい、それとチャンネル登録もよろしくね。うん、イシン君のインフルエンザもうほぼほぼ治りましたね。うん、一応まだ咳が出るのでマスクしております。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。